今日は全国的に日差しが届き、日中は過ごしやすい体感となりそうです。ではいただいておりますウェザーリポートから見ていきましょう。まずはこちら東日本群馬県からいただいたお写真です。青空が広がって爽やかな体感ですとのことです。さあ、日差しが気持ちよく届いていますね。この後も天気の崩れなく経過していきそうです。福岡県からは綺麗なコスモスの写真が届きました。青空にもよく映えますね。日中はかなり過ごしやすい体感になりそうです。西東日本を見ていきますと、今晴れのご報告も多くなってきました。九州や中四国エリア、曇りのご報告もいただいておりますが、この後はだんだんと日差しも届いていきそうです。雨を降らせる雨雲ではなさそうです。そして体感のご報告です。8時50分現在、肌寒いといったご報告もまだ多い中ですが、爽やかちょうどいいといったコメントご報告も多くなってきました。日中は気温が上がって、今日は過ごしやすい体感となりそうです。一日の寒暖差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。以上、天気をお伝えしました。